イエローレッドキロボルトメヘレンは、ベルギーアントウェルペン州メヘレンを本拠地とするサッカークラブである。通称、キロボルトメヘレンとして知られる。同じ街のライバル KRC メヘレンの誕生から遅れること数ヶ月、1904年10月に地元の学生たちによってクラブは創設された。最初のクラブ名は FC、FC マリノワ。その後、RFC マリノワ。 KFC マリノは、キロボルトメヘレン、ユーロカフメヘレンと改名された。1982年に、地元出身の実業家、ジョン・コルディエが会長職に就任。1980年代後半から、リーグ上位に名を連ねるようになり、1987年に国内カップ戦に初優勝を果たした。これによって出場権を得た1987から88。 シーズンの UEFA カップヴィーナーズカップにおいても、快進撃を続け、決勝でアヤックスを下し、タイトルを獲得。1988から89シーズンは、それまで2シーズン連続の準優勝に止まっていた、国内リーグにおいて41年ぶりに優勝を、成し遂げた。短期間で、トップクラブの座に上り詰めたキロボルトメヘレンだったが、本業の経営に行き詰まったコルディエは、 主力選手を売却するようになり、1992年にクラブから去った。1996から97シーズンには14、シーズンぶりに2部リーグに降格。その後クラブは財政難に陥り2003年に破産をした。新たなクラブ名とともに再建されたクラブは、2003から04シーズンに3部リーグから再出発し、 2007から08シーズンに一部リーグ復帰を果たした。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。